体育館。依然としてしかしながらパヤオには強烈な左のフックがありますからね、だからここでモスケ痛めてもらいたいですよね、持たしちゃうとですね、すごい怖いようになってきますからね。小林さん、はい、パヤオのダメージどうでしょう。いや、ありますね、まだ残ってますよ。はい、ダメの左のストレート。渡辺は不用意には攻めません。ボディを攻めます、ボディを攻めます。渡辺は不用意には入りません。一つ深呼吸をしました。ゆとりのあるところを見せます、チャンピオンの渡辺二郎。渡辺の手左のストレート。さっきみたいなやっぱりコンビネーション欲しいです ね、 そうですね、力が入ってますよ。一発パスがやっぱりワンツースリー。渡辺がやっぱりあの攻めることばかり考えるとちょっとディフェンス危なくなりますね。そうですね。であの非常にですね、あの、渡辺君の左打った時に、パヤオが打ち返しまで左、下がりますからね、はい、だから渡辺君のインストールで左フックがいいんですよね、もう一回あのコンビネーション打ってもらいたいですね、はい、やはりあの速いパンチをですね、右左ですね、はい、これ今ねパヤオ正直言いましてね、パンチが、ね、当たって今渡辺君効いてませんね。あー痛いんだそれと、渡辺また鼻血が一瞬出ました。バーッと鼻血が出てまいりました。挑戦者のパヤオ、渡辺が距離を詰める。依然として右のリードをうまく使っております。チャンピオンの渡辺、右のリードパンチがなかなかシャープに光っております。今晩の試合第6ラウンド、パヤオが攻めてきました。パヤオが攻めてきました。どうですか、しかしパヤオの表情、まあ、チャンス効いてますよね。まだ効いてますか。効いてますよ。ただここでね、渡辺君もう少しちょっとダメージ与えたいと思いますね、はい、渡辺の距離ではないでしょうかね、この距離は。小林さん、そう渡辺君の距離ですよね、はい、右フックの当たる距離ですね、そうですね、あの左右両方とも当たると思うんですよ、はい、ボディアッパー、ナイスボディアッパー、ナイス、あっ、ボディを攻めました。渡辺ブロック、これもブロックしました。チャンピオンの渡辺、近距離での打ち合い、左のストレート、渡辺苦しい。パヤオ、ナイスストレートですね、左のショートストレート入ってますよ。第6ラウンド終わりました。またこのラウンド鼻血がかなり出ました。挑戦者のパヤオ、赤コーナーに戻ります。チャンピオンの渡辺、このラウンドも小林さん原田さんともに10対9で渡辺が取っております。日本ではこれまでに200戦近い世界タイトルマッチが行われておりますが、熊本では初めて行われる今晩のタイトルマッチ、挑戦者のパヤオ・プーンタラット、リターンマッチでタイトル奪回なるか、それともチャンピオンの渡辺二郎、大阪帝拳返り討ちで初防衛なるか、 WBC のジュニアバンタム級タイトルマッチ、試合は後半の第7ラウンドに入りました。依然として渡辺が軽快な動き、パヤオはほとんど足を動かしません。リングの中央でやります。パヤオの回復がどの程度か、問題はパヤオの回復であります。ワンツーを攻めてきました。パヤオ空振り、渡辺はこのラウンド、あるいはパヤオにできるだけパンチを振らせて疲れさせるつもりでしょうか。第7ラウンド、渡辺のチャンピオンで左のストレート、近距離でのパンチはしかしながら空を切っております。挑戦者パヤオ、ボディを打ちました。ボディを打ちましたね、ボディを打ちました、パヤオ、あーローブローですね、ローブローが減点ですね。先ほどから再三ベルトラインを打っておりました挑戦者のパヤオ。高尾さん、はい、青コーナーですがね、ソンポップマネージャーは右のボディーブロー、接近しての右のボディーということを盛んに言ってますね。右のボディーブロー、はい、なるほど、もう後ろに下がるなと、前に出てどんどん打っていけと、こういう指示ですよ。小林さん、はい、パヤオ側は前に出てとにかくどんどん打ってけという指示になったそうですがね。そうですね、やはりね、今この距離としてですね、非常にパヤオのペースなんですけど、距離なんですけれどもね、非常にパンチ外すんですよね、空振りが多いんですよ、はい、ですから左フック、コンビネーションですね、やはりね、はい、パヤオのね、そういったものを言ってるんじゃないですかね。さあパヤオがセコンドの指示通り前に前にと出てまいります。第7ラウンド、高尾さん、はい、赤コーナーのアダストレーナーはね、そのあたりよく読んでおりましたね、的を変えるように的を変えるようにという大きな声を出してますね。なるほど、左のフックを飛ばした。さあ、パヤオが攻撃に出た、パヤオが出る、パヤオのいいパンチが当たりました。渡辺一発返す、ボディーブロー、
だいぶパヤオが回復をしてきた感じがありますね、そうですね。前回の試合もどっちかというとパヤの方が先に打ってましたからね、ダウンしてから結構逆にパヤも出てきましたね。左のストレートから右のフック、右のフックはちょっと当たる角度が悪かった渡辺、左のアッパー空振り。でも渡辺君ここで安心しちゃうとちょっと怖いですね、はい、まだまだラウンドがありますからね、第7ラウンドまたパヤオの鼻血が出てまいりました。パヤオの左のフック、あっと渡辺空振り。パヤオ得意の左のフックが一発ヒットしました。渡辺としてはやはり状態をもっと動かさなきゃいけないですか。ウィービングしてですね、はい、そうですね、中に入ってあのストレートをさっきのフックですね、コンビネーション打ってもらいたいですね。このラウンドは原田さんも小林さんも10対10であります。この熊本は柔道の山下康弘さん、あるいは野球の神様の川上哲治さん、ボクシングでは元世界ジュニアフェザー級チャンピオンのロイヤル小林選手といった人たちが出ております。さあ試合はいよいよ第8ラウンドに入りました。 WBC の世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、今の1分間の休憩でパヤオの鼻血は止まったようです。しかしながら本当に第1ラウンドから緊迫の連続という試合ですね。本当に目の離せないいい試合ですね、はいはい、まだまだあのパヤオには一発 KO のパンチもありますね。そうですね、いいパンチが当たりますとですね、やっぱり気分的にかかってきますからね、はいはい、小林さん、はい、前回のパヤオと比べてですね、はい、今回のパヤオはどうですか。非常にね、パンチは、ね、出すんですけれどもね、渡辺君の上手いボクシングにかわされてですね、はい、やっぱりミスブローが多いですね、もう少し細かいパンチを打つのかなと思ったらね、はい、意外とやっぱり思い切って打ってきますけれどもね、やっぱりそれはチャンピオンのうまさだったんですかね、はい、早尾が出る、渡辺がうまく足を使います。左に回りました、インサイドハンドボディブロー、パンチ、チャンピオンのパンチであります。早尾が入りますがこれはミスブロー。早尾が入ってくれば逆に渡辺にはカウンターのチャンスもあるわけですね。そうですね、でもなんかダウンしてからですね、はい、パヨの本来って言いますかね、前回みたいに先に先と出てきますね、やはりダウンでポイント的にもうだいぶマイナスになって、もうそういう感じでしょうね、はい、なんか前半はちょっと力んでね、はい、やはり手数が少ないと思いますよ。この交錯する瞬間が一番危ないところであります。両選手パヤオの得意の左の服は大きな左服で空振り。パヤオの鼻血は止まっております。ボディを打ちましたが左のブロック、チャンピオンの渡辺、またチャンピオンの渡辺が小さなウィービングあるいは打球、あっとストレート、ワンツー、ナイスパンチ。チャンピオンの渡辺がうまくフェイントをかけて右の服、左のストレート、また右の服、左のストレート。このラウンドもチャンピオンの渡辺のいいパンチが当たっております。ボディーブロー、非常に頭脳的なボクシング。また右の左であります。今度は左のストレート。このラウンドチャンピオンの渡辺がクリーンヒットを飛ばしております。また右のストレートであります。非常に中に入るのには勇気がいると思いますが、今晩の渡辺思い切って中に入って得意のパンチを振るっております。試合は第8ラウンド。パヤオの左の服がちょっと顎の先端を捉えました。しかしながらこのラウンドの渡辺の構成は変わっておりません。ボディーブローアッパーを打ちました。今ロブロで、はい、ロブロでなかったですからね。さあこのラウンドも原田さん、小林さんともに渡辺ですか。10対9で渡辺のラウンドであります。さて第8ラウンドの2分、渡辺の攻撃をご覧いただきます。やはり渡辺が先手先手と攻めるのでパヤオのパンチが空を切ることが多いですね。そうですね、それで非常によく見てますから一発打ったところですね、ちょっとバックセーブしてかわす、非常にいいパターンですね。さて、前回のタイトルマッチではこの第9ラウンドに、挑戦者WBC のチャンピオンだったパヤオがですね、
スタミナを失いました。このラウンドあたりから渡辺のペースになったんでありますが、今夜は、放送席の採点だけでも、第3ラウンド4ラウンド5ラウンドにダウンを奪いまして、さらに6